間ちょっと大事な話があるんだ。木曜に地方裁判所へ行ったら偶然仲間が寄り合っちまってね、あれやこれやというよもやま話が出た中で、どうやらその手形で金を借りて銀行の利子が払えそうなんだ。どうぞそうなればね。火曜日にもう一度出かけて行って話してみよう。泣かないでもいい。ママさんはロパーヒンに相談するだろうさ。あの男も嫌とは言うまい。あーにゃー、お前は一休みしたらエロスラーブリの伯爵夫人のところへ行ってみるんだな。お前の大おばさんだからねといった具合に散歩から運動すればもうこっちのもんだ。利子は払えるさ。断じてね、私の面目なりなんなり何でもかけて誓うが、この領地が売られるものかで僕の幸福にかけて誓う。さあこの手が証人だ。右へ押して進み、薄く当てて真ん中へスポリッ。おじさばかりいたちもろくすっぽかけないエルモライ、
冬でも裸足で駆け回っていたあのガキが紛れもない。その、モライ。世界中に比べ物もない美しい領地を買ったのだ。そこでは親父もじいさんも奴隷だった。台所にさえ通してもらえなかった。その領地を私が買ったのだ。私が寝ぼけてるって、ただの夢だ、気の迷いだって、とんでもない。それこそあなた方の得て勝手な妄想の無知の闇に包まれた幻なのか。おーい、学隊員やってくれ、俺が聞いてやるぞ。みんな来て見物するがいい。このエルモライロパーヒンが桜の園に斧を食らわせるか、木がバタバタ地面へ倒れて、そしてここへ別荘を建てて、うちの孫やひ孫のやつらに新しい生活を拝ませてやる。合体やってくれ。真実をね、そりゃあなたならどれが真実でどれが嘘かはっきり見えるでしょうけれど、私なんだか目がかすんでしまったみたいで何一つ見えないの。あなたはどんな重大な問題でも勇敢にズバリと決めてしまいなさるけれど、でもどうでしょう、それはまだあなたが若くって何一つ自分の問題を苦しみ抜いたことがないからじゃないかしら。あなた、あなたが勇敢に前の方ばかり見ているのも、元を正せばまだ本当の人生の姿があなたの若い目から隠されているので、怖いものなしなんだからじゃないかしら。鉄道が引けて便利になったもんさ、町へ出かけて行って昼飯をやってこられるんだからな。私たちに比べればあなたはずっと勇敢で正直で深刻だけれど、もっとよく考えてね、爪の先ほどでもいいから寛大な気持ちになって私を多めに見てちょうだい。だって私はここで生まれたんだし、お父さんもお母さんもおじいさんもここに住んでいたんですもの。私はこの家が芯から好きだし、桜の園のない私の生活なんか第一考えられやしない。どうしても売らなければいけないのなら、いっそこの私も庭と一緒に売ってちょうだい。坊やもここで溺れ死んだんですものね、私を哀れと思って。そろそろ出かけなくちゃ、もういくらもないぞ。どれどれ、ニシンの匂いをプンプンさせるやつ。さようなら、懐かしい家、昔なじみの家、冬が過ぎて春になるとお前はもういなくなる、壊されてしまう。この壁もいろんなことを見てきたのね。私の大事なアーニャ、お前はキラキラ光っているわ。二つのダイヤモンドのようにお前の目はきらめいているわ。嬉しいの、そんなに。ええ、とても新しい生活が始まるんですもの。まったくやってこれでバッジめでたしさ。桜の園の植え島までは我々は始終ワクワクしてえらい苦労だったもんだが、こうして問題がきっぱり決着してもうどうもならんとなってから、みんな気持ちが落ち着いて帰って陽気になったくらいだ。私は銀行の勤め人で今や一橋の財政家だ。木玉は真ん中へ。